4月2日、言葉のパズル文字ピッタアンコールが発売されます。アンコールでしたい、大人気シリーズ文字ピッタの新作、12年ぶりですよ。12年ぶりの新作、言葉のパズル文字ピッタアンコールがですね、任天堂スイッチで出るという、さらにですね、ここがアンコールなんですけど、我々クイズノックとのタイアップが決まりました。さらにこの動画の最後に重大発表があります。重大、今日の企画はクイズノック大マジピッタン大会。今回ね、対戦モードもありますんで、1対1を3試合して、こっちチーム対こっちチームの3人のチーム戦として、勝敗を決めていこうと、はい、いうことでございます。いいでしょう。じゃあまずは、マジピッタンのルール説明を。でこれステージがいっぱいあるんですね。めちゃくちゃありますね。800以上のステージ。800で、まあこういう風に、ゲーム始まりまして、この横からこう文字を選ぶんですね。この文字パネルをこういうところに置くと、糸というふうにこう縦に単語が出てくる。上から下、もしくは左から右に単語を作っていこうというね。なるほど、はい、かなりまあシンプルで操作も簡単です。例えばここを置くと ケイトというふうにこう両方つける。なるほどね。はい、縦だけじゃなくて、はい、横もできる。横もいける。いつ、これかな、いつ、はい、まあ、こういうふうにいくと、つけといつっていう。ちなみにね、これ2をちっちゃくできるんで、ホッケーみたいなこと。で、まあ、このステージだったら、例えばクリア条件、すべてのマスを埋めろってなってるんで、選べるマス減ってっちゃうんですけど、全部埋め切らなきゃいけないっていうようなステージになってます。で、これがまあそのステージによってクリア条件がいろいろ違う。でも難しいやつとかはめちゃくちゃ難しいです。ギミックマスがあったりとかして、すごい難しいステージもあると。なるほど。いうふうになっております。無限に遊べるな。はい、はい、それでは早速対戦やっていきましょう。はい、はい、では第一試合は山本さん VS こうちゃんさん。はい、じゃあやってみますか。はい、はい、じゃあスタート。よくうるげ。先行は、まあ、先行とったら勝つ。不利だな。で、こっちはあいうえをかきくげこ、かきくげこっていうのが全部1個ずつあって。なるほど。1回ずつしか使えないから、いとかんとかそういう便利なやつはね、使わない方が。なるほど。そうですね。なるほどね。はい、はい、おい、はい、おお、くげりさ。これで今できたところが青いパネルになってるから、パネル3枚獲得。はい、なるほど。あと10枚って感じです。じゃあ行きます。はい、マロ、マロ、こういうプレイもできます。で、これあのマロとかを使って単語を作ると塗り替えられるんで。うん、なるほど。はい。お、コツとコウ。コウちゃんだから。それやりたかった。まあ、これでね、ツをね、黄色だと青に。確かに。パスになっちゃう。パスになっちゃう。ヒコツ、ヒコ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 。ヒコツコース。ヒコをね、ちょっとネタしたかったけど、あれ。なるほど。マロとヒコ。マロとヒコ。黄色を塗り替えるように、黄色で繋げた方がいいよ。確かに、そうかそうか。よし、行け。よっか。聞いてたね、よかった。まあでも、まあでも、そうね。よっか。すごい。よっか。マロマロ、すごい。すごい。よかった。じゃ、これで。はい。クイ、イヤ、カルイ、ルイ。ルイ。いけない。いけないよ。ひげ生えてる毛ないか。いけ。ある、あく、ほら、ないでしょ。そんななかった。意外なやつがひっくり返ったりするから、それで単語覚えたりできる。ねえ、そうだね、勉強になるね。声が増えた。じゃあここだ。あ、やばそう。歩く、くん、つく、よー、やばい、あと1枚だよ。いける、いける。いや、もうでも使ってもいいと思うよ、そろそろ。うん、いけ、すん、すん、まろー。はい、あ、それで点数は逆。4に漢字があることを知った。え、でもあと4枚でしょ。勝ったんじゃない。ええ、ここに置くと、打つ、移ろ、つつ、つつ。おお、おしゃれ。イエーイ、イエーイ。うわ、きっと攻めどころを見せたな。もっと強いのだったな。しっかり勝てるって言われて勝たれてる。はい、では第2試合、
川村さん VS 菅井さんです。よし、ベベン、現代人苦々しいとか、サンドイッチ苦々しいのちょっと嫌だけど。おっ、来た、こっち先行ですね。おっ、これギミックマスがどう働くか分かんないけど、あんまり先行取りたくないってなるの。うん、どうなるね。姫、いいですね。おー、いいですね。おー、こういうことか。はい、俺字と矢で作ろうとしてたのに。うわ、なるほどね。こうやってずれてくんだ、ステージが。矢印のところに置くと、その方向に全部動く。全部動く。あー、なるほど。これは無理ですね。ハイラのやつとハイラのやつはセットで動いてたね。そうですね。はい、いいじゃん。あれか、サンドイッチのパンってことか。そうなる、ね、パンがずれてくる。何、ずらすなよパン。出てるじゃん。そのまま出て。大事って、重要って言葉のつもりで言ったのに言語って言われたんだけど。いいね、その知ってる言葉でも別の意味で教えられると分かるから。いやー、もう時間がない。行きましょう。現地。はい、はい、おいけ、くげ、くげ、よし、くりたい。さっきね、川村さん、ひえも作ってくれた。くらえ、おー、くげ、くげ、くげ、いいぞ、くげ。しかも、相当こっちのラインひっくり返しづらいよ。え、これ、ないよ、こんな言葉。おけ、お、ほら、ひだ、ひだし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 、これ、しの名前結構強いな。おぉ、すごいぞ、これは。あ、クマリー、おぉ、オッケー、半分超えたよ。綺麗だ。しかもずれてくれたからちょっとめくりづらくなった。うんうん、見せてやるよ、これを取った方が勝ちなんだよ。いけ、うん、ほら、おぉ、よっしゃー、勝ちだ。はい、ズマル、ズやな、熱い。クイズだし、今回クイズロックという単語収録していただいて、おぉ、ありがとうございます。ありがとうございます。すげー。まあ、ここはちょっと2文字減らしておきましょう。イズミ、イズミ、イズミ、ズミ、ズミ、ズミってのがあるんだ。クイズ山あるね、クイズ山。クイズ山、クイズやってる人の。ほら、やばい、枝、枝、あれ、絵が、絵がなかった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 ね。打つぞ。いいか、いける、大丈夫、いける、全然いける。あれから作っちゃうよ。オッケー、これ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 、オッケー、肥料ためて、肥料ためてるとこね。やばい、あと4枚、いいよ、あと4枚、もう置くしかねえ。お、いけ、お、くげ、くげ、くげ、げん、げん、おお、お、いくか、はい、あれか、じじじじじくじげ、じずや、じずや、地味な稼ぎ方大事。うん、ここか、お、お、いい、お、いけ、強い、いけ、ラン、クジラー、これはでかいな。13対13、相性だな、やばい、これは上をひっくり返せないんだよな。そう、これは強いよ、青がもう上固まっちゃってる。そうそうね、クゲンクジラ、クゲンってない、クゲンはどうしてる、そういうのは良くないと思うから。よし、もう一回現地取りましょう。現地、シンシン、現地取る、シンシン、オッケー、顎のこと、顎のこと、ニガニガがずっと放置されてる。意外と使いづらいね、あそこ。はい、右、あー、見たけだった。これで、よし、アニで、アニで、うまい、おかしくなんか、うまい、先生いけるよ、やばい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 、結構ないんだよね。最悪便利ワードいけるよ。ここまで、ここまで来ちゃったな。便利ワードってどれだ、なんか、普遍的な、3、あ、2、やばいやばい、1、あー、嘘嘘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 嘘、見るだけよ、見るだけ、青っ子で、あー、しかも最後のは単語力だけじゃなくて、その戦略がね、効いたね。そうだね、ずるとこだね、あっち側にずらすっていうのが、ギミックパスをうまく使ってね、うん、はい、ということで第3試合でございます。おい、勝ってくれ、頼む。このままじゃ終われないんで、はい、一勝でも目指そうと思います。まあ、福谷さんパズル得意マンだからな。はい、対して俺は1回目パッとないマンだ。うお、え、なんだこれ、クロス穴埋め、クロス穴埋め、え、これ多分、素穴、これ多分、福谷さんが罠だと。先行来い、先行来い、先行は、あい、あい、もう勝ったね。いやー、またこれギミックマスあるね。はい、手ごい。あ、俺初めてだけど、なんか直感的に操作がかかる、これ。はい、シンプルタガガチガチ、オッケー、
回転してます、こちら回転おいおい、聞いてるよガをね、ひっくり返しつつ、ガクトを狙っていきましょう。トイ、ガクト、あー、あのちゃんね、こっち行くんだ。めちゃくちゃ回るな、どういうこと上下と左右が逆になるから、そのさっき使った言葉を利用してみたいなのはできないんだ。できないね。さっきタガだったのが、ガタになってるからね。あ、違う、ポじゃない、ポじゃない、ま、ポーマー、ポーマー、マイマイト、マイト、すごい、マイト、ダイナマイトのこと、マイト、これ、でもこうやってばらけると思う。あ、ほんとだ、うわー、一手先を考えることがまず、今回長期戦だから、ちょっとね、濁音とか難しいやつでやっときたいんだよね。そうだね、そうだね、いっぱい作るんだね。薄利多売の多売ないかな。多売、バチバチタバ、バイはある、タバイはある、バイはある、よし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 、バターがね、できそうでできてない。バター、あそこに超、あ、でも上行ったら、バター、バター、バター、パス、はい、お、音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 、閉じ、閉じ、閉じ、オッケー、オッケー、はい、長い、待ったぜ、あー、でかい、ひっくり返しづらい、ブラさん、10秒だろ、やばいやばいやばい、時間ない、あれ、これ、毎回行きましょう、180変わるから、行け、入れろ、魔王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 、よし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 、王、承諾する時の言葉だ、王、王、王、魔王、魔王に対してさ、次王なんだ、王じゃないんだ、王でキングの王でいいよ、そう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 、王なんだ、魔王の方も魔の王様じゃなくてちゃんとシューベルトの楽曲、まさか、ほう、ほうじ、うじ、魔王、魔王、魔王、王と、うと、すげえ、違う魔王だったよ、ね、魔王だった、あと7秒で適当な、これに行きましょう、お、ずずず、こず、こと、すと、よしよしよし、骨董一本狙いだったじゃん今骨董しか見えてなかった、いやいや、ずっとあのずつも見てて、ずつも見てて骨董と黒刀で迷って、ずくはないけどずつはあるなっていうので、おお、過去、過去、骨董と骨董と図工こうこう、やばい、すげえ、よっしゃ、こう出したよ、こうちゃん、こっち側に寝返ろう、よっしゃ、寝返るっても意味ない、やっぱね、枚数だな、これでいきましょう、基本枚数を追うの大事、冬時期、時期、秋、秋季、季節、季節、ね、よしよしよし、おお、冬、冬、暑、暑、暑時間、暑時、あ、そうだ、暑時か、暑時か、あー、やばい、枚数3回らんぞ、あと3枚じゃん、あ、ほんと、おお、気づいた、あ、3枚じゃん、オッケーオッケー、いけいけいけ、2個目はクイ、クイズ、イズ、よしよし、クイズバタないかクイズやってる人たちのクイだことをさすいいんじゃない、いこまクイイイクイルイルイル、おーおら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 おしかないしかない、あと10秒、あそこあそこ、いやいや、ウソだウソだウソだ、これ4枚埋めればいいんでしょ、4枚でいける、勝った、ウソ、ほかかかじかるかる、パパパパッと操作できたし、うん、だからもうなんならコントローラー全然見てなくて、こう画面見ながら直感的にできたからすげえ楽だった、うん、操作かなり楽だった、操作簡単シンプルね、すげえ楽だね、操作覚える必要があんまない、そう、なかった、うん、作った言葉見る、やってみる、作った言葉見る、おーそんなモードが軽い、軽い、軽いね、軽い、これ見た時に東大用語かと思っちゃった、カジね、カジ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 、ジン、ジン、こっちだね、クイズ、クイ、クイ、クイ、こっちなんだね、クイ、そっちクイ、両方でこっちのクイじゃない、どっちも両方、そっちのクイ知らなかったかもしれない、言葉としてこれね、うん、つっと、つっと、わらずと、わらずと、そうそうそう、納豆を包むやつね、そう、この漢字書くわ、そうだそうだ、これ漢字も学べるよ、とう、とうは、古語のとうじゃん、へぇー、そう読むんだ、うん、たが、たが漢字むずいね、なるほど、勉強になるすげえ、すごいね、普通にさ、俺たちがみんな集まっても知らん単語があるわけ、そう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 、で、しかもそのものが何だか教えることができるから、普通に知的好奇心駆り立てられる、うん、すごいね、ということで、我々頭脳チームの勝利でございます、いや頭脳チームでクイズチームね、クイズチームクイズ作ったからね、はい、ということでね、はい、クイズの大文字ピッタン大会やってきました、はい、はい、
大勝利でしたね。大敗北。大敗北でした。今回興味持っていただいた方は、ぜひ無料体験版が Nintendo e ショップでダウンロードできるようになっていますので、ぜひぜひやってみてください。概要欄に詳細がありますね。はい。2人対戦とかオンライン対戦もね、できるようになりました、はい、で俺たちみたいな遊び方もできるし、全国の猛者、はい、含む我々の可能性もあると対戦することもできるわけかな、はいはい、4月2日発売されましたら、ぜひぜひ家族とプレイしてみてください。そして、はい、2段階ですよ、はい、お前にとってみます、はい、なんと、文字ぴったんこの CM に我々が出演しております。CM ですよ、コマーシャルメッセージです。すごいね、テレビ CM。 テレビ、はい、我々が出ているということです、はい、こちらテレビでは4月以降オンエアということですけれども、ウェブ版がね、もう出ているという。おぉ、もう見えるんだ。ぜひぜひ見てみてください、概要欄にリンクあります。ということで今日はですね、言葉の数で文字ピッタンホールをみんなで対戦してきました。はい、皆さんもぜひぜひ遊んでみてください。詳細は概要欄。でも、ぜひチャンネル登録、高評価、参考にされちゃう。楽しく、さらはい、さよなら。通知もあるしね。さよなら、アンコール。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるので、フォローしてください。それでは、また次の動画を見てくださいね。